お疲れ様スロットです。今日ですね、現在日本1位のプレイヤーが使っている枯渇デッキをね紹介していこうと思います。ということで、なんかロカランが今メンテコでなんかバグってるんでちょっとあれなんですけども、ここから行った方がいいですね。はい、こちらなんて読むんだ、あやめさんかな、なんか主姫あやめさん、はい、というねプレイヤー、枯渇プレイヤーですね。この方はアウプリ使いなんですけど、アウプリにウォールブレイクが入ってるんですよね。ということでちょっと珍しいね、はい、方というわけで今日やっていきます。で今ファイボ型だな、なんか僕セットしてるのこれなんですけど、なんか前までこちらをね使ってたと思うので、まあ今日は僕はこっちでね、はい、やっていきます。で一応ファイボが入ってましてね、今プリンセスの枠がファイボにもなってたので、まあファイボ、まあマザネクであったり、最近だとやっぱエリポン三重士、まあエレジャイの光栄だとか、まあそういったところに対してファイボがいいのかな。まあプリンがエレジャイに対してそんな刺さらないっていうのもありそうですけど、やべえ仲良しプリンセスしてる。さあ今回は枯渇対決の可能性が、はい、出てきましたね。ここはちょっとこの残りで頑張ってほしい。さあでこの枯渇デッキは、まあアウプリもですし、まあ、枯渇デッキというのはね、基本的にどこかにウッドを使わして、そしたら他の、ユニットが生きてくるよと言ったところなんですけども、まあ、これはアウトロー、プリンス、フキア、プリンセス、ゴブリンバレル、そしてウォールブレイカーにもねウッドを使いたくなるデッキというわけで、まあ、どっか刺さってくれればいいよねという感じですね。プリンスもね一応走るじゃないですか、走るのをちょっと止めたいっていうのでね、やっぱウッド使いたくなるんで、あこれマジで若さがちょっと足りんかったっすね。ゴブリンバレル後ろからギャング出せば来た瞬間にね完封できます。ちょっと若さが足りんかった。こういうの大砲とかで処理してくんのかなって感じですけど、まあ一回ステイでいっか。さあ相手ちょっと受けがなんか苦しそうですね。で俺もあのプリンセスがね、ちょっと嫌なんですよね。ウッド使っちゃいます。で、ギャング回します。で、これ、飛んできても、完封できます。これ許容っす。はい。これがね、まあ強いとこではある。あれ？プリンが。痛い。さあ、これに対して相手はウッドを使いたいと思うので、左サイドでもよかったけど、どっちか入ってくれ。よし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 。端前プリンまで行っちゃって、なんでウォールブレイカーまで行っちゃってぐらいやりたいんですけど、端前プリン来たら来たぐらいですね。よしよしよし。そう、そういったところで、まあ、どっかが生きてくるよねの。こういうのも強いですよ。このプリンスだったり、アウトローボーイの後ろのウォールブレイカーにね、これ、どうやっても止まんない。さあ、もしかして右側が、あーいい受け、まあ、端前プリンはね最強なんでやっていきましょう。やり得です。はい、やべマジ若さが足りん裏から出せばねいいことあるんですけど、さあなんかこういったね厄介な攻めもできます。いやーおい、どっかが入っていくよねと言ったところで、マジウッドあったっすもんね。今回のやつはウッドあったけどやっぱ全然ついてこれないっていうところで、マジどっかが生きてくるんですよね。アウプリ枯渇真極み海最強といったところで、まあ、オールブレイカーとかもスライパーしておけばいいっすよ。キアは迫撃砲避けれるでしょう。あれはまあターゲット取れてないっていうヘタッピやっちったっすね。まあ、ウッド使ったんで、こういうのも始まるトローで延命っていうのもワンチャンあるんですけど、バルキリーの可能性がね。あー、マジで。全然だ。さあ、ウォールブレイカー追加をしていき、プリンス？よくやった。さあ、今回の相手は、やりこぶ迫撃か。ちょっと珍しいね。でも陸がなんか薄そうっすね。まあ、やっぱウッドがあるんで、こうやってゴブリンバレルは刺さらないんで、端前プリンとか、
そうですね、まあ8枚プリンしかねえか。でダメージちょっと稼ぎつつのやりゴブだったら即ウッドで目ができる。よし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 、いやこれが強いんでね。アチャクイは逆サイ吹きは逆サイプリンセスですね。で消えさして適当に回収。ああナイトがうまいね。さあこのやりゴブ生かす必要もないか。さあウォールブレイカーにウッド使ってくれたらね、ゴブリンバレルも刺さりやすいんで僕としては美味しい展開ではあるが、やりゴブで延命してくんのかな。いやー変な飛び方してる。カツン、よしよし。さあこれもう一回ですね、足前プリンで。さあやりゴブだとね延命されるのが怖くてと言ったとこかな。いやでもこれだいぶ怪しいな。あ直位延命しちゃおう。まあ、バレルはね飛ばし毒っすね、ぶっちゃけ。さあこっからっすね本番は。迫撃砲が俺は嫌かもね。さあこういうのもちょっと延命したいプリンセス。どっかが残れ。さあプリンスがウォルブレイカー入んないか。まあまあウッドは相手別に1枚しかないんでね。防衛迫撃が厄介。こうなっていくとディガー5もやだ。端前プリンで削りたくなってくる。さあ粘り重要っすよこれ。うわめっちゃ飛んでくる。まあ一旦ウッド使わせて、ウッド使わせることによって、うわ素晴らしい5。よっズーズー、これやりこぶりんでこい。うお一発、よし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 。しかもこれ許容できるな。さあ気持ち多めに大きめに。あーいいファイボだ。これ今ファイボウッド使ったんで、こういうところでこれが強いんですよ。で吹き矢とかも行っちゃって、ここチャンスタイムです。いやダメージもっと稼ぎたい。入らない。内側ディガーのファイボだな。うざいぞこれ、うざいぞ。よし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 、来たー。ういいやーギリギリなんとか。いやなんかねきついんすね、やっぱウッド持ちっていうか相手の受けがうまかったか。これに関してはでもこういうのでも勝てるんですよ。きついじゃないですかやっぱ枯渇デッキって。こういうね防迫撃ね、ウッドもファイボもあってみたいなところを、ウォールブレイカーがあることによって、まあ、よりね相手はウッドどこに裂こうってなるんで。そうそうそう、しかも最後のあのホームランバレル、あれねたまに刺さります。あれでもねうまいからね、バレルに対してウッドを使いたいっていうのでだいぶ温存してたところを打ち上げ花火ホームランバレルで、さあ事故ってましたね。ウッドこの辺に打ってたけどさ残ってましたもんね。よし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 、毎回するとね、ああこいつ大きいのしか投げてこんのんやってなって、それこそバルキリーとか簡単に抑えられちゃうんですけど、毎回定位置とかちょっとこのタワー付近からの
ああいう忙しい時にやるとね、相手も事故ってくれるんだよね。これなんかウッドの割切りも採点で一丁ゼノ。このプリンはスケとかをやれたらいいなみたいな。あ、こういう感じですね。よしよし。さあ今回も同じような迫撃か大砲かみたいな。あれもずるいな。真ん中ギャングセパすればよかったな。さあ困ったら防衛迫撃で、まあこのバレルにはウッドがあるでしょうと。さあといったところで一旦これでね。後ろかで、まあさっきの試合のようにやっぱダメージがなかなか入らないんですよね。あえて事故ってくれると嬉しいんですけど、やっぱなかなかダメージ入らないんで、こっちもねそんな大ダメージ受けたくないっていうところがあり、基本的に守りっすね。もう守りの意識大事とか言ってこれは稼ぎますけどね。足前プリンだけはね積極的にやってこう。てかもう端プリでしか削れない端プリゲー。あー、これずる、これもずる。よし、これ迫撃かな。お、それはヌメットで端前プリン。あー、マジでヘッポコ、これやばい。こことすると負けます。人はよし、さあ素晴らしい。相手の攻めが来てるが、やべ、この吹き矢がマジヘッポコ。さあガチで吹きが苦しい。え、待って、敵が欲しい。さあダメージ追いつかれていく。いやでもまだまだいきます。まあ姉妹プリンしたいんですけどね。あぶねえ、ガチ。カツン？前？おい。これ、え、てかダメージ勝ってるわ、今。今勝ってんすけど、ここから負けるか。お、てかプリンスが、カツン？おい、ウッド使った。よしよしよし。これ、すんまで来る。でも左と右これどっち行くかなんですよね。よしよし、使わせて、マジ8枚プリンでしか削れない。拾う、でもそれ拾えてんの天才だな。いや、サークル早い。よしよしよし、たまたま拾えてる。8枚プリン、マジ8枚プリン最強。オッケー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 。これに金ねえぐいなっていうの2連続で戦ってます。いや多分ね、今までの、まあでもどうなんだろう、ここ最近さアウトロー枯渇っていうものがいないのよ。そのエレジャイ、まあエレジャイにも、でもエレジャイの樽がなければワンチャン勝てんのか。なんかそんなねアウトロー枯渇がいる環境ではないんですけども、まあ、ウォールブレイカーいるからかなだいぶ苦しいのに勝ってるぞ。さあ LSP だったらトルネなさそうなんで、もう定位置にやっちゃおうぜ。
ロイジェイっぽいっすけどね、これは。さあ、両サイに振りまくって、ユニット両サイ対応させて、プリンだったり吹き矢で回収してかな。で、ウッド裂いてたら、ハシマウトローもね、視野に入れつつ。よしよし。これだけで相手からしたらね、普通にうざいっすからね。ハシマウトロー、これ、最強パター。あ、だからゴースト、これ、なんか、M したかったな。アウトローこれ右でよかったこれちょっとゴースト許容して攻めの意識攻めの意識一発いやめっちゃ入るけどこのカウンター怖いなこれは許容しないといけないですねその完全無視じゃなくプリンスで受けたいんですけど受けるとこの後のロイとかもいるんで吹き矢だけで許容ですねさあうん YouTube マモやんグラチャレワールドレコードって書いてたなんかすごそうだな名前はうんてかアウトロー強えなこれまあ相手は多分テンプレだともうライトニングなんで低めユニット固めとけば、まあ、ウッドで剥げるんですけどこういう時にねウッド使わせて、まあ、これだけで相手きついっすからねコーナーね延命したいいやーマジですぐ先行するいやあでもウッド使うウッド使ったのでかいっすね。ウッド使ったし、ね、これはプリンセスが場にいるので、回収チャンス。うん。まあ、こういう延命もいやらしいっすけどね。さあ、相手は、ちょっと困ってそうっすね。どうやって受けようってなってる。さあこういうのも延命してあげると相手からしたらね嫌ですよねうーんマジで一生プリンとか吹き矢でちょこちょこしてるだけなんですけど全然それ攻めれないのかちょっと調子乗りの攻めをしてしまった場合まあこのまま何も受けなければ勝ちなんですけど何も受けなさすぎてやばい最後にロイライト攻めが来そうっすねお攻め打ったやべ定位置なんでそんな変なとこの変なとこに飛ばしたの？うん、来た。さあ、ここだけ耐えたい。これは、ハンター完封がやばい。おや相手の焦りのライトニングによってバチコン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 ライト打たれても耐えるんでここさえ完封すればうい危ねえさあといったところでなんか引きこもられるとちょっと攻め手にねかけるように見えて逆サイもうちょっといってもよかったですねなんとかなったんであれですけどこっちが消極的になっちゃうとねなんか相手のペースになっちゃうので制服の任務どういうこと
変態か。ね、消極的になりそうなところをしっかりね攻めていかなきゃいけない。なんか両サイドに振っといた方がいいですね。序盤にロケ削りとかもないんでね、ほんと両サイ、あーこういうのマジできついっすよね。ロケが欲しくなる。さあエリポンジャイネクロのレイジブッパかな。呪文がレイジとなんかあったかな。さあだいぶ矢の雨ぐらい出てくるとマジで終わる。さあこのヒースピは美味しい。いやーでも見ていてお、プリンス、これカツンだけやってくれればナイス踏ん取り。さあちょっと受け節約の、エリポン怖えな。ここでも絶対ミニペこれ、エリポン壊せそうだな。よしよしよし、いや、おいし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 、さ、プリンも残ってて、エリポンも壊せる。あー、ヒースで溶けちゃうのはダメ。よしよし、これ1本折っちゃいたいな。ってか、相手レイジだから、まあ、嫌っすけど、プリンとか吹き矢とか全部残るって考えると、悪くないし。いやー、もうちょっと入ってくんねえかな。もうプリンスウッドで全ハゲが見える。なウッドまでもいらない。さあこれ鬼のゴリラカウンターあるぞ。これ当てる人もないでしょ。さあ非常に、あーいい受けしてる相手。マジか、目がいい。まあでもこれもプレイがいい。いいのか。このプリンス逆ちょっと危ねえかな。あーちょっと危ないですねこれ。まあでもちょっとだけっす。めっちゃ残るぞーマジ。無理はしない。ちょっと危なかったら引く。よしよしよし。さあ一生ね控えめで。さあ延命していくよ。これは決まったんじゃないか。さあ浮きがね苦しくて、プリンもガルもなんか全てが残るっすね。さっきまでウッド持ちが当たり前だったんでね、ウッドがない相手を引けるとめちゃんこ強いよと。しかもねやっぱロケットとかない分ね、うわいつロケ打つんだろうとかそういったのも考えなくていいので、だいぶ使いやすいんじゃないでしょうかと、ね、いうところで、こちらのねはい、アウプリ枯渇、マシマシウォルブレイカー入りね、皆さんもぜひやってみてください。ではお疲れ様でした。